素敵な朝だなだ「こんな時に君の愛してるが聞きたいよ」「ああ揺れるかって」「少し浮いた前髪もすべて」「地小いさそれに割れてしまった目玉焼き」「ついてないな」「バランスをとっても溢れちゃうよ」 「少し辛くて少し酸っぱくて甘ったるかったのさ」「とりあえず今日はバラの花に願い込めてさ」「バカな夢でドろう Oh 愛を伝えたいだとか臭いことばかり」 沈んでく抱き抱う空間。明日いい男になるわけでもないからさ、セロソにいるよ。今日は日が落ちる頃にあるの。はい。えー。 あいみょんさんの「愛を伝えたい」だとかを今日はちょっと歌ったんですけどもいやこれねめっちゃす,すげー好きですマジであのこの曲多分出た出た頃かなあの俺俺界隈で流行ってたんですよ俺界隈っていうのは俺の中っていうことなんですけど俺とあのなんかバックホーファンの人の中でもあのこの曲そのは流行すぎハマってる人いて あの曲いいな、あの曲いいなってことになってたんですけど、界隈で。あのー、なんだろう、うあのー、あいみょんが、こう、本当にすもっと最初の、これでもセカンドなんですね。もっと最初の時に、ね、も、なんていうの、こう曲、曲の感じと、そっからちょっと変わったっていうか、また違う方向性で出してきた曲だと思うんですけど、それにハマったんですよね。なんか、 すげえもうそれまでの出してきたあいみょんの曲っていうのはもうそれ自体でもう世界観が完成しててそれでめちゃくちゃすげえやつ出てきたなって感じを思ってた人たちが多分この「愛を伝えたりだ」とかでこう違う方向から攻められて「すげえなこいつ」っていうところにまたさらにこうガーンってなった曲だと思っててで俺もほんとそうでこういうちょっとやっぱ 暗いつーかダークなコード進行の曲がすごい好きなので、あーやべえ、来た、ありがとう、つって思ったんですけど、そしたらなんか俺カラオケで結構こう、まあ、この曲とかあいみょんさんの曲を、まあ、練習というかね、あの、あこう一人カラオケでね、歌ったりしていたんですけど、その当時してて、でやっぱいいなとか思ってたんですけど、そしたら、あのー、フェスの帰り、 フェス会場から帰るバスが一緒になって、あいみょんさんと。で、なんか、なんか向こうがね、気づいてくれて、あ、これ、なんか、聴いてくださいみたいな感じで CD を渡してくれて、うわ、めっちゃすげえいい人やんと思って。で、俺もその時なんか、なんかこう、言いたかったんですけど、あ、いつもカラオケで歌ってますっていう、なんか、 なんか何とも言えね開始をしてしまったのはちょっと後悔気味ですけどもでもまあそれからマジでずっとまあこう陰ながら応援しててなんかでこの曲がやっぱり自分の中ではこうハマるきっかけになった曲っつうのでちょっと今日は歌ってみたっていう感じですねでまあ楽曲的な解説でいくと まあ,そもそもあいみょんさんっていうのはこうどんな曲も結構作れる感じがするんですよね。アルバムとかで聞くと曲調が本当に様々で、で、様々の中になおかつすげえ、俺はすげえなと思うのはすごい昔の歌謡曲みたいなフォーマットのメロディーの曲もあれば、あの、まあさ、まあ普通にこう今、今聞いて、 ああ今っぽいなっていう曲調のメロディーも書けるしその二つができるっていう人は結構いるいると思うんですけどあいみょんさんの場合すげえのはその間の時代なんか90年代のぐらいの J-POP の感じのメロディーも書けるし歌謡曲も書けるしとかっつってその間の時代のことも書けるっていうのがすげえ強くてあれこの曲ってなんかすっごい懐かしいなって 思う人とちょうど1周回って90年代ぐらいのメロディーが新鮮に感じる世代の人たちがあこれなんか新しいなって思ったりすることとかをこう何て言うかな両方の世代に指していけるっていうなんかすげえ作曲能力だなと思ってでなおかつこう歌もめちゃめちゃ歌えるし表現力あるし。 まあそもそも声量すごいありそう、ありそう、なんかその声量がめちゃめちゃありそうなサウンドしてるっていうか声のサウンド、張り付き方がしてるしなんか本人も結構面白い人そうだしバラエティあのねなんかバラエティのインタビューとか見るとすっげえ面白そうな人だしまあ見た目もなんか可愛いいし売れるやん、俺が言わなくても売れてるんですけど 強いっすよね。なんかすげえいいなと思う。で、この愛を伝えたいだとかっていうのは、枠、枠的にはちょうどだから、ちょうどその、俺とかの世代の、なんか90年代の本当の終わり頃の、なんだろうな、スチャダラが、あの、90年代終わり頃か、ま、もうちょっと前か、90年代の、あの、やっぱ、 ブギーバックとかが流行ってた頃とかの感じをちょっと思い出すというかなんかそれがねすごい良くてなんかねあいいとこつくなっていう感じがしますねでメロディーが結構むずいぞっていうとこをまず言いたいんですけどまずっていうか結構散々語りましたけどメロディーがむずくて むずくないですかこれ、あの、みんなも天然でいけちゃうのかなあの、健康的な差だな、こんな時に、みたいなのはいいとしても、俺なんかすげえ難しいと思ったのが、それに割れてしまった目玉焼きっていうメロが、めっちゃむずいと思って、ダララン、ダララ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 って、 これをこうさらっとなんか入れてくるあたりのそのなんかなんてつうのかなテクニカルなことは余裕でできるぞっていう感じがするんですかテクニカルなことは余裕でできるけどポップさを保つためにあえてこう結構サビでこう大らかなメロにしたりとか A メロで大らかなメロディー作ったりとかをやってきてるなっていう感じがして ちょっとテクニカルな面を結構出して多めに出してるのがこの曲だと思うんですよねでサビがまたあのむずいっすよね「とりあえず今日は今日は」っていうメロもさあすげえ飛ぶから「とりあえず今日は今日は」「パランタラッタタラタ」ってなんか俺が思い出したな「タラタ」 <ス>このなんか難しさってなんかウーアの情熱通つう曲があってそれもまた自分の世代的なドンピシャのすっごい大好きな曲なんですけどきっと涙が音もなくタカタタカタタタラタタラララタララタラなんかあの曲のメロディーって結構こう歌うには結構難しいメロディーでなんかこう

一切ないっつーか一切なくないけど「<music> を伝えたいだとか臭いことばっかり考えて待っててもだんだんそばに沈んでいくだけ行くだけ僕が」ってワンブレスで行っちゃうあたりがなんかすげえやんちゃみがすげえっつってやっぱ俺らうちのバンドだったら絶対それ許されねえうちのバンドだったらっつうか うちのバンドじゃなくてもど、結構バンドとかでやってて、もし俺がさ、まあさ、曲作って、もしっていうか曲作ってますけど、曲作ってボーカリストがいてみたいなパターンの場合、もしかして、まあ,あいみょんさんみたいな立場の場合は、あいみょんさんが誰か作家さんから書いてもらったりする場合とかっていうパターンだったら、ちょっとこのブレスのなさっつうのは、 なんか、なんか怒られそうって思っちゃう。もう職業病で、これ怒られるなって思うけど、やっぱ自分で書いて自分で歌ってるだけのその責任でやれちゃうじゃないですか。でやっぱここにブレスがなくて、ずーっとこうメロディー歌ってく感じがテクニカルでかっけえし、やっぱ緊張感、緊迫感あってかっこいいんで、やっぱね、さらっと意外とこの歌ってみると、 あいみょんさんの曲って歌ってみると難しさに気づくとか歌ってみるとなんかあテクニカルなんだなっていうのが分かったりするっつうのがなんかポイントだなと思いましたねうーんいやすごいであれですよねまあ一番う多分こう言う,言うべきなのはこの男子目線ね男子目線じゃないですか歌詞がね男目線だからなんか 男目線で、まあこれ逆の立場では俺が女性目線の歌詞を書くときに、楽曲提供とかで書くときに、まあ結構頑張りますよね。なるべくこう女性の気持ちになれるようにつって、頑張るけど、まあどうしても、その何て言うのかな、男男にとって理想の女性像みたいなのに、こうやっぱ集中、こう言ってしまうわけですよね。 まあこ離れられらないといとうかねでも意外とそこに需要があったりするわけですよ。んか男男がわかりますなんか逆にその女性が女性の主人公の歌詞を書くときには書けないこう男が可愛いいと思う女性像みたいなのは男が書くと書けたりすることがあってあいみょんさんの,そのこの男子ちょっとダメ。 ダメなな男子みたいなねこの感じって絶対女の人「あ,あしょうがねえなこいつは」ってお思う男子像ですごいいいなと思うなんかこれが俺も俺もこう,こうあなるほどなってすっげえ勉強しちゃうつうかあこうダメを「ダメ人間」っていうのを俺結構歌詞で書いてきましたけどなんかこう母性本能はくすぐってこなかったつうかすごいダメただひたすら 腹が立つほどダメなやつっていうのを書いてきましたけどこういう描写なのかっつってなんかこういう描写なのかっていうのにねなんか衝撃を受けちゃったんだよななんか一番はそのいろんなことに例えてまあ目玉焼きが割れてしまってなんか溢れちゃってなんかうまいこと味付けもいかなくてみたいなことをその恋愛とか自分の気持ち を伝えることとかっていうことに例えていってでなんか2番がよりおすげえいい意味で女性が書いたこの男子男性像としてすげえいい歌詞だなと思うしやっぱりお男にもなりきれてるあなんでその男心がわかるのかなっていう部分にもこうはやっぱ入り入り入れてるあいみょさは。 男にも慣れてる、でも女性の部分が残ってるみたいな、いいバランスなのがなんか2番で、なんか結局このその最初はなんか完璧な男になって惹かれないと君が笑ってたから悔しいやっていう感じの感じで来るじゃないですか。でそれはなんかすごい男、すごいお男を目線で見ればすごい共感できる歌詞で、 男って結局割とか完璧主義なとこがあって自分がダメ人間だと分かっててもダメなとこは見せたくない好きな人にはみたいなとこはあるんですよだから女の人に先回りしてそんなやそんな男完璧な男なんて惹かれないからって言われるとすっごい悔しいっていうのはなんかめちゃめちゃなんでその気持ち分かるのかなっていうポイントででもその後の 結局のところ君はさどうしたいのマジで僕に愛される気あんのっていうとこね。ここは逆に男子は書けないですね。なんかここは逆に女性が描く男子だからこのセリフが出てくるっつうか。これはだって、いや、さらっとこれをマジで僕に愛される気あんのってさらっと言える男って。 そういう人生だったらなって思いましたよマジで。っていうまあやばいやばい部分が満載な曲なのでぜひねまあ皆さん聞いたことあると思いますけどぜひ、えー、この解説を聞いた後にまたさらにね振り返って聞いてみてください。あいみょんさんの愛を伝えたいだとかの解説でした。ありがとうございました。